津幡町の学童野球チーム中条ブルーインパルス。およそ40人の子どもたちが所属し練習に励んでいます。この夏忘れられない経験をしました。小学生の甲子園とも呼ばれる全日本学童軟式野球大会。全国から51チームが参加しました。中条ブルーインパルスは石川県の予選を勝ち抜き、明治神宮球場で開催された開会式に臨みました。始球式には元メジャーリーガー上原浩二さんも。マクドナルドトーナメント決勝戦です。石川代表の中条ブルーインパルスは接戦を勝ち抜き、初めての決勝進出を果たしました。42回ですか。そうですね。相手は大阪代表の長曽根ストロングス。去年の優勝チームで過去7度の優勝を果たした全国屈指の強豪チームです。決勝戦の解説は元メジャーリーガーの松坂大輔さんが務めました。一生に、一生残る、はい、思い出になると思うので、悔いのないように、プレーしてほしいなと思いますね。そうですね。先制点も松坂、中条ブルーインパルスのマウンドにはキャプテンでエースの服部くん。先頭打者に出塁を許しましたが、落ち着いて後続を打ち取り無失点で切り抜けました。打たれてもいいから、その打たれた次を、しっかり抑えようっていうことを意識してました。みんな打ちそうだったし、ちょっと怖くて、しっかりいいピッチングをしてくれたから、コントロールが良くて、しっかり球も速くて押せていたから良かったです。序盤は両チーム互いに固い守備で得点を許さず、3回が終わって0-0、緊迫した投手戦となりました。チャンスは絶対来るからって、それどうやって活かせるかはお前ら次第はっていうふうに話してたんで、だから3回の給水タイムの時にもうそういう、もう頑張ろう頑張ろうっていう話はしてたんで、で、最後なんで、もうこの2チームしかおらんのやぞって言って、最後にもう楽しんでやろうっていうふうに。これから4回の裏先発しています。4回裏、中条ブルーインパルスは4番寺岡くんがヒットで出塁。その後2アウトを取られますが、ランナーを2塁に進めます。バッターは7番、5年生の坂倉くん。狙ってセンター方向は長打になりますよ。まずは1点先行、中条ブルーインパルス1点先行。セカンドまで行きました。チームの役に立とうと思って絶対打ってやるって思って立ちました。先制点を取れて嬉しかったです。待望の先制点を奪った中条ブルーインパルス。守備でもエース服部くんを盛り立てます。ここも抑えて、ここから渡部くん、ナイスプレイ。松坂さん一言。いや、もう本当に言葉が出ないというか、いや本当に素晴らしいです。決勝戦で本当に攻守連発。いや、もう一か八かで飛んだのが入ってくれて、よかったです。チームに貢献できたことがすごく嬉しいです。中条ブルーインパルスの倉地康生監督。選手たちに教えてきたのは、自ら考え行動できる野球でした。いや、
ぱり子供らが自分らで考えないと、まあ、社会出てもやっぱりその指示待ちじゃやっぱりね、あんまり面白くないんで、自分から考えて動けるようにっていう風に、まあ教育の一環って偉そうなことじゃないですけど、やっぱり自分で動けるようにっていう風にねやってますね。はい、やっぱ監督の顔を見て野球しとっても子供ら全部成長しないんで、まあ、自分らでやっぱ考えてっていう風にこっちもやっぱ気をつけながらやってますね。はい、もう全員でミスをカバーし、打撃でも全員でつないでいくっていうことを意識しました。普段からミスしても切り替えて次に生かすっていうことをいつもやっているので、みんなで支え合って一点一点大事に行こうと思ってました。普段からノックの時とかでもミスしてもどんまいどんまいとか声をかけてやっているから、そこのチームワークだと思います。みんなのことを信じて、この声を大きく大きな声を出せながら頑張って応援しています。中条ブルーインパルスは基本的に監督が選手にサインを出しません。選手たちが試合の展開を見ながら戦い方を選択しています。5回ランナーを一塁に置き、1番キャプテン服部君、まあ、次のバッターにつなげるっていう意識で打席に入って打ちました。今日は2安打。左中間はこれもヒット、今日3本目。一塁ランナー三塁へ。そしてどうでしょうか、ここは回ったぞ。2点目のランナーホームはどうでしょう、ホームインはホームインです。三塁まで行きました。2対0。ちょっと一瞬はい、センターの浅田君がファンブルしたんですけど、それを見逃さずランナーコーチャーもよく腕を回しましたよね。松坂さん、その後ワンアウト三塁となり、3番稲葉君、その初球でした。ランナースタート切ってもう1点追加。今松坂さん、ランナーエンドランですかね。でしたよね。ランナー3塁で、はい、エンドランで3点目。と自分で考えて、の自分がこれをしないといけないなと思ってやりました。必ずボール当てて、ボールに当てて、ちゃんとしっかりとランナーを返そうという気持ちでやりました。もうあこではちょっとエンドランやってほしいなっていう気持ちではいたんです。でもまあまあ、あの子と三塁ランナー服部とうまくそのタイミング取り合って、まあもう行ってほしかったんで、まあもう本当は本人に任せての3点目ですね。まああの子が、まあ、服部が三塁ランナーで、あの子がバッターの時に結構エンドランを県大会からずっとやってきたんで、まあ、その辺は多分お互いに分かってるんで、まあ、ここはもうエンドランしかないなっていう感じ、お互いそうやったと思うんですけど、まあ、だからサインはもう出してないです。はい、石川の中条ブルーインパルス初優勝まであとワンアウト。初球からいってキャッチャーフライ抑えた、スリーアウト、試合終了。石川代表中条ブルーインパルス、この大会初優勝。達成感が一番ですし、全国大会でも優勝しているチームに勝ったっていう自信がありました。優勝したのかって、不思議に思いました。自分でも正直嬉しいし、最高の気分です。優勝したか、本当に優勝したんだって思いました。全然想像できなくて夢のようです。歓喜の全国大会初優勝から1週間、チームは秋の大会に向けて新たなスタートを切っていました。6年生にとっては最後の公式戦です。新車に撮ってください。
ず河北郡市で優勝して県大に出て県大も優勝して全部優勝したいです。目標とかってありますか、この秋の大会に。やっぱり石川県ナンバーワンだと思います。まあ優勝した後が一番難しいんで、まあ相手は全国制覇している、まあ、僕たちを絶対倒すっていう気持ちで来ているので、まあ、それに負けないぐらいしっかりと戦っていきたいと思います。笑顔で掴んだ日本一、選手たちは次の目標に向かってすでに走り始めています。